ではドリーム戦1号艇の寺田翔選手です。よろしくお願いいたします。はい、まずもう2022年も残り今節のみとなりましたが、はい、振り返っていかがですか。あまりそうですね、いい結果が出せたっていうのがないので、はい、まあ、少し、まあ、何か良かったということも特になく、はい、まあ、年の序盤では、まあ、下関で地区戦の優勝もあったり、まあ、地区戦なんでね、はい、まあ、そこからちょっとっていう形ですよね。そうですね、はい、今節手にした26号機前傾の手応えとしてはいかがでしたか。どうでしょう、あんまり手応えっていうかね、そういうのはないですね。まあ、12月の1日からの周年記念も走られてましたが、はい、その時と比べるとっていうのはありますか。ちょっとね、比較しづらいですね、はい。まあ、前回も、ね、あまり、まあ、いいのか悪いのかよくわからない状態で一節間走ってしまったので、はいはい、ちょっと、比較はちょっと難しいですね、はい。まあ、まあ、7日間ありますけど、まあ、じっくりまあ調整しながらっていう形に、はい、そうですね、いろいろやってしっかり、ね、走れる状態にはしたいと思いますけど、スタート特訓終わってスタート間全権としてはいかがでしたか。まあ、まず、まあ、勘通りかなっていう感じですね、はい。はい、昨年の、ディフェンディングチャンピオンでもこのタイトル、はい、ございますが、最後に一言ファンの皆様にお願いします。はい、そうですね、まあ、来年に向けて、いいスタート切れるように、今節もしっかり走りたいと思います。ではドリーム戦2号艇吉村選手です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずは2022年振り返っていかがでしたか。まあ、それなりに頑張ったと思います。手にした51号機手応えとしては前傾日いかがでしたか。なんかちょっとずれてるなとは思いましたけど、はい、まだペラも何もしてないんで、はい、前傾としてはまあ許容範囲かなっていうか、まだちょっとわからないですけどね、はい、しっかりペラ見てからやっていこうと思います。はいはい、まあ、年末にかけて、9月10月と連続優勝もありましたが、そのあたりリズムとしては悪くない。いや、まあ、いつも通りやることを頑張ってやるだけなんで、はい。スタート特訓全権としては見え方いかがでしたか。まあ、勘はなんとなく合ってます。はい、それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。一生懸命頑張ります。ではドリーム戦3号艇の原田敦選手です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず皆さんに聞かせていただいているんですけど、はい、今年振り返っていかがでしたか。鳴かず飛ばずというか、あんまり結果が出てなかったので、うん、僕としてはちょっとまあ反省点がいっぱいあったなっていう印象ですね。まあ、来年に向けてはじゃあ、まあもう結果を。そうですね、英二さんがね、グランプリ取られたんで、うん、まあ、僕もしっかりついていけるように頑張りたいと思ってます。では今節の手にした54号機手応えとしては原田選手としてはいかがでしたか。そうですね、ちょっとペラが新ペラに変わったので、まだ1からしっかりペラ調整していきたいと思います。はいはい、じゃあ新ペラの状態で乗って体感としては今日、ある程度ちょっと叩いてバーッと時間なりにちょっと叩いていって、まあそこそこ手応えはあったので、はい、まあマシンは悪くないのかなっていう印象あります。はい、まあ、原田選手としてはまずはどのあたりが船足としては欲しい。まあ、行き足回り足、まあ、これを中心にまあ伸びはそこまでこだわらず、はい、調整していきたいと思います。はい、では前傾のスタート特訓のスタート感いかがでしたか。そうですね、まあ、前回記念走らせていただいてその感覚でちょっとスタートしたんですけど、まあ、行き足がいい分ちょっと早い印象があったので、その辺はまあ納得はしてます。まあ、今ちょっと記念のお話が出たんですけど、はい、前回の記念の時の43号機と比べると、いや、まあ、43も、まあ、結果はちょっと悪かったんですけど、うん、いい仕上がりだったと思うので、はい、まあ、それに近いぐらいの感触はあります。わかりました。では最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、精一杯走りますので応援よろしくお願いします。ではドリーム戦4号艇の柳生選手です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず今年振り返って柳生選手いかがでしたか。序盤は良かったですけどね、最後ちょっと失速したんで、はい。今節手にしたモーター40号機ですが、まあ、2連対率としては 35%、はい、柳生選手手応えとしては本日いかがでしたか。最近の下関の中であれば感触としてはなんかすごいいい感触です。それは柳生選手としてはどのあたりで感じられましたか。スリット近辺の足ですね、はい。
まあ、ちょうど12月1日からの周年記念でも走られて、はい、その際はまあ輸出6着という結果でしたが、その時よりも前傾の手応えとしてはいい、はい、そうですね、あの節はちょっとエンジン苦労したんで、もうその時に比べれば良さそうな感じがしてます。はい、まあ、明日ドリーム戦までまだお時間もありますけど、はい、まあ、スリット近辺の足は残しつつ、その他の船足も求めていく作業になりそうですか。そうですね、はい、タン回り近辺も悪くはないような、ちょっと今日回転不足な感じがあったんで、その辺はちょっと気にはなりましたけど、前傾のスタート感いかがでしたか。はいつも通りいけてます。はい、ではそれでは最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、明日頑張ります。ではドリーム戦5号艇の竹重選手です、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。2022年振り返って今年はいかがでしたか。はい、そうですね、ちょっとフライングもあったし、ちょっとあんまりリズムが良くなかったですね。はい、まあ、ですが1月には2回目の優勝を飾って、はい、2月には下関で G1 初1着もあってと、はい、そのあたりに関しては、ね、まあ、はい、素直に嬉しいです。はい、まあ、下関は、約半年ぶりとちょっとあんまり走られてない、はい、そうですね、6月ぐらいに来てから来てないんで、そうですね、はい、久々です。はい、まあ、前傾の手応えとしては本日いかがでしたか。そうですね、前節の岩崎さんのままで乗ってみたんですけど、まあ、前傾としては、まあ、悪い感じしなかったんで、まあ、勝率としてはまあ 30% ぐらいのモーターですが、はい、まあ、そこまで悪い感じはせず、そうですね、はい、まあ、特徴みたいなものは今日前傾で感じれる部分はありましたか。ちょっとよく分からなかったんですけど、はいはい、また明日乗ってからですかね。はい、まあ、ただ前傾の評価としてはまあ悪くないだろうと。はい、悪くないと思う。はい、まあ、前傾のスタート特訓、カウントはいかがでしたか。ちょっと早かったんであれなんですけど、多分みんなも早かったんで、はい、そこは一緒かなと思うんですけど、はいはい、修正したいと思います。まあ、ドリーム戦、まあ、このようなメンバーですが、はい、まあ、枠近辺からのレースに、そうですね、はい、行きたいですね。はいはい、では最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。ではドリーム戦6号艇の森野選手です、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず森野選手、今年振り返ってどんな1年でしたか。まあ、パッとしない感じでしたかね。はい、ちょっと例年に比べると満足できなかった。そうですね、ちょっともう少し頑張りたかったです。はい、森野選手、一節挟んでまたここ下関への斡旋ということで、はいはい、今節手にしたモーター、まあ、パーセンテージ的には 42% あるモーターですが、いかがですか。はい、その前以前走った時、11月ぐらい走った時に、はい、吉村さんが引かれてるのを、このエンジン引いてるのを一緒に走ってるんですけど、はい、数字ほどの感じがしないっていう話を聞いてたので、はい、ちょっとその辺が不安ですね。はい、乗ってみてもそれぐらいの評価に。そうですね、なんか良かった時期の話からするとそれほどではないですね。はい、森野選手、前回来られた時は18号機で優秀3着の結果でしたけど、はいはい、まあ、その時と比較ってなると難しいかもしれませんが、どうですか前傾の手応えとしては。まあ、前回初日に整備して上向いて最終的にすごく納得の足になったので、まあ、その時に比べるとこの前傾の状態はまだまだですね。はい、じゃあもう明日からも、まあ、調整をいろいろとされてから、はい、まあ、一応もうプロペラも叩いて前傾も行ったんですけど、反応はあったので、明日に向けてしっかり調整はしていきたいと思います。はい、前傾のスタート特訓、見え方いかがでしたか。班の中でも、まあ、タイミングとかどうこうは分からないですけど、まあ、班の比較で出ていく相手もいたんで、出ていく感じもあったんで、まあ、悪くはない部分もあると思います。はい、はい、それでは最後にファンの皆様に一言お願いします。はい、遠いですけど、皆さんに高配当を提供できるように頑張ります。応援してください。